経済対策についてですけれども、今安倍自公政権が行っているアベノミクスについては、私たちは評価をしておりません。で、今ずっとデフレ不況ということが言われておりますけれども、デフレ不況の根本的な原因を考えなければいけません。デフレ不況に至った原因は、国民の皆さんの所得が減り続けている、働く皆さんの所得が減り続けている、これが根本的な原因です。デフレ不況脱却の鍵は賃金の引き上げ、国民の皆さんの懐を温めることです。しかし、先ほども申し上げましたように、この15年の間に例えば年間70万円も1人当たりの給与が減っております。これでは景気が良くなるはずがありません。で、一方で大企業の状況はどうかといいますと、この1年間で、内部留保、大企業の内部留保は10兆円も増えております。例えばトヨタ自動車さんで言いますと、下請け中小企業の皆さんや、あるいは働く皆さんを絞りに絞って1年間で8300億円も内部留保を増やしております。で、この増加した分の内部留保のうち、わずか 3.4% 取り崩せばですね、トヨタで働く皆さんの月額1万円の賃上げは可能でございます。で、大企業全体で言いますと260兆円内部留保がございます。この 1% を使うだけでも8割の大企業で月額1万円の賃上げができるわけでございます。で、やっぱり景気を回復するためにも、暮らしを良くしていくためにも、この大企業が溜め込んだ内部留保の一部を働く人や中小企業に還元させていく、そのために私本村信子、全力で頑張っていきたいと思っております。で、またアベノミクスはこれから消費税の増税や年金の引き下げ、医療も介護も悪くして20兆円もの国民負担増を押し付けようとしております。これでは景気が回復するはずがありません。私たちはこうした消費税の増税や年金の引き下げ、絶対に許さない、暮らしを守れということで頑張っていきたいと思っております。で、財源どうするのかということですけれども、やはり無駄の一掃と富裕層、大金持ちに行き過ぎた減税が行われております。中小企業の皆さんに比べて大企業が減税になっている、こんな不公正な税制を変えてまいります。